釣り川は、福岡県宗形市を流れ玄海灘に注ぐ二級河川。藁人形から変化した河童伝説があり、釣り川の長太郎河童のタイトルで、漫画日本昔話で放映された。釣り川は、宗形市南東部にあたる宗形市、吉富の倉、久山を水源都市北西に流れ、宗形市の中心部を流下し、宗形市港の港で玄海灘に注ぐ。 流域面積101.5平方キロメートル、幹線流路延長16.3キロメートルの二級河川である。周辺部には、棟方大社や田熊石破大石をはじめ縄文時代、弥生時代の古墳や遺跡も多く、この川の大石平野で古代部運命が栄えていたことが、わかる。また、福岡市博多区の板月遺跡も、比較的近いことからも、 当時の稲作先進地域であったと考えられる。多ーダム、大井ダム、吉田ダムが建設され、上水道として利用されている。中流部、川口から7キロメートルの赤間駅周辺と、川口部の高低差は8メートルほどであり、過去深い入り江の喫水域であったため、中上流部の貝塚では、海水産や喫水域に生息する魚介類が出土する。 釣り川を遡った先が、杖立て温泉で、そのよう、神天皇の産湯に使った後の伝承が、杖立て温泉に伝わっている。釣り川は銃の支流を持つ。ありがとうございます。